シャープストップ安でしたかね、最初は。よりがシャープのニュースは 99.916% の減資でしたっけ。一株の価値は変わらないから、株価は変わらないんじゃないかっていうホルダーの希望的意見もありましたけど、要はこの後増資間違いなし、間違いなしっていうとあれかもしれないですけど、まあ増資とセットだろうっていうのと、まあ資本金1億でずっとってわけにもいかないでしょうし、まあお金は必要になるから増資が必要になるとなると、やっぱし希薄化しちゃう。さらに言ったら、僕あれがでかいと思うんですよね。その225外されちゃうから、あのその分の ETF で買ってた分が降ってくるっていう。増資するにせよしないにせよ、その ETF が降ってくるのは間違いないから、まあ下がるのは下がるんでしょうけど、まあ、この後どうなるんですかね。シャープは東芝いきますか。まだ寄ってないです。今12時22分3分くらいですね。195円くらいですか。東芝シャープ。次東芝。東芝はストップ貼り付きですね。チャートが東芝、はい、見えてますかね。東芝は特損が1332億円計上で、なんか何でしたっけ、インフラ関係、4月に一部インフラ工事で不適切な会計処理が判明し、社内で調べたところ、他の工事や事業にも不正の可能性が広がったため、15年3月期の業績予想は全て取り消して未定とした。それで、ちょっと待ってね。記者会見はなく、詳細については申し上げる状況ではないとしている。今後の発表予定も6月以降。問題のあった会計書の具体的な内容も現時点で調査中。要は、これが、最終利益が15年3月期1200億円で前期の 2.3 倍になると予想していた。最終黒字が続いているものの、不適切な会計処理で一時的に利益が底上げされた可能性もあり、今後徹底した調査だ。この前々の 分も怪しくなってるっていうことで、これやばいんじゃないのと。業績もそうなんだけど、決算いじっちゃってるのがよろしくないというか、危ないんじゃないのということで、東芝が、これはでも出尽くしたらさすがにね、粉飾で上場廃止とかはないと思うんですよね。それは東芝がでかいからっていう理由で。で、東芝。東芝は、体積14倍で PR がいくつだ。あ、なくなっちゃってる。そこそこ高かった気がしますね。20倍超えてた気がするんですよ。だけど、あ、でね、配当が未定になっちゃったんですよね。配当が取り消し。それはその決算が遅れてるからっていう理由で、配当なし。ってことで、でも出尽くしたらさすがに東芝は買いかなって思うんですけど、シャープはどちらかというと、シャープもな、
でもしばらくは買いたくないですよね、東芝も。ズドンって下がったら東芝は買ってもいいと思います。その後戻すでしょうからね。シャープは分かんないな。どうなるんだろうな、粉飾とかなったら。で、パナソニックのニュースで僕もっと下げると思ったんですよ。パナソニックが、トクソンが、あれ、俺ちょっと待って、さっき東芝と嘘のこと言ったかな。俺さっきパナソニックのニュースを東芝で読んじゃったかもしれない。まあいいや。パナソニックのニュースが、トクソン1332億計上で、内訳が、関係会社の株式評価損が567億、同関係者に対する将来の、事業損失の引当金が765億で、社名が公表できないってなってるんですよね。連結決算では14年3月までに費用処理しており影響ない。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あ、じゃあもう織り込んでるんだ。あ、なんだなんだ。あ、じゃあ、そっか。だからパナソニック強いのね、今日。強いってまあわけでもないけど。僕ね、売るならね、三菱重工かなっていう気がするんですよ。東芝14倍でしょ、取り組みが。パナソニックね、パナソニック売りたくないな、そう考えたら。パナソニックが倍率2.5倍で、PR が21.73倍。東芝も20何倍だった気がするな。消えちゃったけど。三菱重工が PR24 倍で、まあ、決算出て、年初来高値更新したんですよ。決算は良かった。ただ決算良かったからといってね、いいとは思えないんですよ。これからの株価のチャートが。で、貸借16倍なんで、俺、重工は俺売りだと思うんだよな。三菱重工。5はちょっと上がったら売りたいですね。三菱。三菱重工、5分足、今日の決算でしょ、これ、ドンで、トコトコトコ、もう売りていいと思うんだよな、冷やしでこんな感じで、売りでいい気がするんだよな、ここら辺、しこってるでしょ、絶対、700、でもね、ここ1000株からだから、一撃70万なんですよね。と考えると、きついなーっていう、シコシコしてる気がするんでね。ここら辺僕ね、重工は売りたいな。売りたい。そんなわけで、今日の値下がりが、ひどいですね。シャープが1。3番手に東芝ですよ。